はい、皆さんこんにちは。栄養家の小藤です。本日は、ワークブック60ページ、60ページの、グラマーフォーカスの5、否定表現について解説をしていきます。はい、もうこのね、教科書も終わりですね。はい、最後までしっかり頑張っていきましょうね。はい、それでは、解説していきますので、はい、頑張っていきましょう。はい、それでは始めていきましょう。1番です。日本語に合うように括弧内に適切な語を入れてください。1番、今日すべきことは何もない、はい、何もないんだね。はい、I have で、ここにはもちろん私は持っている、なのでここには目的語が入ってきますね。はい、で、何もないってことですから、ね、これは nothing を使っていきましょう。I have nothing、ね、はい、で、すべきことです。すべきこと、はい、するべきですからね。これは不定詞だね。 to do、ね、I have nothing to do with today となります。はい、2番いきましょう。冷蔵庫に卵は一つもない、はい、there are、ね、はい、ということはこれはNo を使いましょうか。There are no、はい、で、egg で、これ are だよね。だから eggs にしましょうね。はい、There are no eggs in the fridge。 fridge ってこれ冷蔵庫のことね。はい、これ短縮形です。これ、実際はね、何書くとリフリッジレーターって言いますね。はい、省略形は fridge になります。はい、3番、誰もその数学の問題解けなかった。はい、誰もなかったとなります。はい、ですからこれは誰もなとかないというのは、これは no one もしくは nobody になります。ね、どちらかを使っていきましょうか。はい、そうしますと解けなかった、解くことができなかったので can が入れたいね。ってことは、一語なのでこっちがいいかな。Nobody がね。Nobody。はい。can の過去形だね。could。Nobody could solve the math problem となります。はい。4番です。学校に遅刻する生徒はほとんどいません。はい。もちろんこれ生徒ですので、students が来るよね。students。はい、でこれはね、授業の中でも確認しましたけど、数えられる名詞につけるのが、あ、few でしたよね。で、数えられない名詞つけるのが、あ、little でした。で、このあがある場合は、少しのってことでしたね。で、このあ、あ、襲った形。これがほとんどないと。あ、なかったね。ね、ほとんどないという意味になりました。はい。で、この場合は数えられますね。ね、S がありますからね。なんでこれ、very few students are late for school となります。はい。で、5番いきましょう。成功する見込みはほとんどない。取ります。はい、今度は成功する見込みというのは、これはね、 hope of success、 これはね、これ成功見込みです。はい、これはほとんどないです。はい、で、ほとんどないということですけども、hope、 これはですね、名詞ですけども、数えられない uncountable な名詞です。ですので、これは先ほどのfew ではなくて little を使いましょう。はい、で、複数でありませんから、これは単数扱いね。あの、一応 is か上がった時はこれは is を使いましょう。はい、there is little hope of success となります。はい、6番です。彼は決して諦めない。さあ、これですけども、決してないと言うわけですね。
こういう頻度を表す副詞、ね、頻度はよいしょと高い100から、はい、0まであります。で100はいつもなのでオールフェイズ、ね、それに対して、0これはネバーです。決してないと。はい。授業の時にノートに書いてもらいましたね、これね。はい。always、ほうじゃないけども、普通、大抵って場合は、usually。ね。usually、ほうじゃないけども、よくって場合は、often。で、often、ほうじゃないけども、時々っていう場合は、sometimes でした。それに対してネバーに近い言葉ね、はい、これがハードリー、はい、ほとんどない、はい、あとめったにないところでレアリーもしくはセルダムと思いましたね。これがめったにないという意味でした。ということを確認しましたね。はい。これは決してないなので、これは、はい、never が入ります。he never。はい。で、諦めるのは give up だね。はい。その時注意してください。この never は、副詞です。ね。ですから、副詞ですので、ね、この never がないと思ってください。そうすると、もちろんこれ he、諦める場合は he gives up。三単元の S がつきますよね。はい。これは副詞が入っても同様ですからね。はい。なので、he never gives up となりますからね。否定だからといって S を取るってことはないからね。あくまで副詞ですのでね。注意してください。はい。7番です。私はそのことについてほとんど何も知らない。ね。ほとんどないところですね。はい。ということですので、はい。これは先ほどありましたね。hard を使いましょう。はい、hardly。はい、知ってる。know だね。I hardly know anything about the mother、ね。はい、そのことについて何も知らなかったとなります。はい、hardly も副詞ですからね。はい、注意しましょう。8番です。彼女はめったに約束を破らない。めったにない。先ほどね、rarely、seldom と確認しました。ですから、she、レアリーもしくはセダムね。はい。そして、約束を破らない。破る。ね、約束を守る場合は、キープでした。キープでしたが、破る場合はブレイクですね。はい。C が信号ですので、S をつけましょう。ブレイクスです。はい。C、レアリーもしくはセダム、ブレイクス。Her promises となります。はい、9番です。寝過ごさないようにアラームをセットしました。はい、何々しないように。寝過ごさないようにです。はい。で、寝過ごすっていうのはオーバースリープを使います。はい。ですから、寝過ごすようになったら to オーバースリープだよね。で、この不定詞の前に否定語を入れましょう。はい、not を入れましょうね。はい。はい、not to oversleep。これで寝過ごさないようになります。はい。はい、10番です。電話に出られなくてごめんなさい。はい。電話に出られなくてごめんなさい。I'm sorry for。はい、for はこれはね、理由を表しますね。で注意しましょう。フォアはこれは品質で言うと前置詞です。前置詞の後ろは必ず同名詞になりますよ。はい。ここは否定語ありますね。だからここに
ここは NG 系になります。はい、で電話に出る、応答するっていうのは、これは実はこれを使います。アンサーです。はい、ですからこれはアンサリングです。はい、はい、でその前に否定語を入れますか、同じように。はい、not ね。I'm sorry for not answering your call となります。はい、ちなみにあの留守番電話あたりをね、留守番電話、ね、最近はあまり使わないかもしれませんが、はい、あれはですね、英語ではアンサリングマシーン、マシーンって言いますからね。はい、なのでそこからもね、あの電話に応答する、出るというのはアンサーを使いますからね、覚えておいてください。はい、では2番いきましょう。日本語に合うように下線部に適切な語句を補いなさい。はい、1つ選んでいいですよ。 You can choose one but、 でも両方はダメですよ、ね、もちろん両方ってのはこれは both だよね。はい、もちろんこれ but、 これは You can not choose both ってことだよね。でもこれを同じことを繰り返してもらえないので、そうすると残ってくるのはこの not と both です。なので but not both、はい、これで OK です。では2番、最短の道が必ずしも最善とは限らない。はい、部分否定ですね。はい、これは The shortest way、ね、最短の道、これが、はい、これは必ずしもとか、これは always 使いましょう。さあ、ですので、is not、 isn't いいかな、isn't always、 はい、the shortest way isn't always the best one。 もちろんこの one はね、はい、これは way をね、2度目なので繰り返しを避けるために使われています。はい、3番、私に近づいてはいけない、ひどい風邪をひいているから。この近づいてはいけない、こう注意してね。はい、これはですね、ハードがあります。これはこれです、ハードベターです。ハードベターはかなり強い、言い方ですからね。何々するなぐらいの感じです。ね、はい。で、否定をする場合、否定する場合は、これはね、はい、このハードベターはこれで一個の言葉なので、形を崩さないようにしてください。はい、ですから、否定をする場合には、これは後ろに not つけます。You had better not.Come near me. I have a bad cold. となります。いいでしょうかね。はい、4番。その試合に勝つのは可能だが、簡単ではないだろう。Winning the game is possible. Possible というのは可能だということね、なります。ね、ですが、はい、簡単ではないだろう。ないだろうですね。はい、ということはこれはまずがだから but だね。 but、 はい、でもちろんこれはこの winning the game が来るんですけども、はい、ね、これを繰り返すのはね、あれですので、これを代名詞を使います。そうするとこれは it だよね。はい、 but itないだろうだから will not で、簡単は easy だよね。はい、で easy は形容詞なので be 動詞必要です。なので be easy となります。もちろん will not は短縮形の won't ありますからね、これ使ってくださいね。 it won't be easy。
ね、でも OK です。はい、5番、彼女は大抵のスポーツは得意だが、 She is good at most sports but、 しかしだね、 but、 全てのスポーツが得意なわけではない。はい、この全部、これが坊主のことだよね。はい、ってことは、全てのスポーツですから、全てね、 all of them、 all of スポーツだね。はい、全てのスポーツが、ノットつけましょうか、Not all of、 ね、これで全てのスポーツが時のわけでありますよとなりますね。はい、もちろんこれ She is not good at all of スポーツとかでしょうけどね。はい、ね、これで、全てのスポーツが時のわけではないということになりますね。 Not all of them となります。はい、では3番いきましょう。絵に合うように英文を完成させなさい。1番のこれはカレンダーですかね、12月ね。はい、でこの冬は We had、 見づらいけども、天気を見ますね。これね、晴れが多いね、晴れ晴れ晴れ、ずーっと晴れで、曇りが少しあるだけね。ってことはこれはほとんど晴れで曇りが若干あるけども雨が一日もないね。ね、ってことですね。だからこの冬は It was rain が来ますね。で雨がほとんどないってことかな。なので、これはあのない little、 降りましょうか。ほとんど降らなかったとなります、ね。はい、さあ、じゃあ2番いきましょう。He has friends to play with。 一緒に遊ぶそういうお友達が、いたんだね。はい、これはまあどれかが本人なんでしょうけど、ね、3人いますから2人いますよね。はい、ということは2、3人と考えればこれはぴったりきますね。 A few friends、 はい、ね、遊ぶ友達が何人か、2、3人ね、いましたよってことだからね。 He has a few friends to play with となります。はい、3番、 Was waiting at the bus stop。 The bus stop ってバス停です。バス停で waiting、待ってる人が、はい、ね、誰もいませんね。ってことはこれは誰もいないところだから、誰もなんとかないっていうのを入れましょう。はい、そうしますとここに動詞がありますから、主語になれるもの、カッコ立つだからね、これは No one が入りますかね。はい、No one was waiting at the bus stop となります。はい、で4番の並べ替えいきましょう。はい、1番ですね。全ての鳥が飛べるわけではありません。はい、飛べない鳥いますからね。ってことは、文頭に乗っておりましょうかね。乗っと全ての鳥、全て、あ、これエブリかな、エブリバードね、 not every bird、 はい、 can fly かな。Not every bird can fly と、はい、なります。はい、2番ですね。犬がいつも飼い主に忠実だとは限らない。いつもなんとかとは限らない。これは not always を使っていきましょう。はい、で主語になれるものはこれはこれはね、dogs だね。はい、この場合は関心がないね。これはいわゆる一般的に犬というのはってことなので、
か Dogs が主語になりますね。 Dogs、 はい、そうすると、動詞は B 動詞しかないからね。 Dogs are、are not always ときますね。はい、そうすると、犬は忠実、そうすると忠実だったのね、知らなくてもこれはもうこのロイヤルしかないよね。ね、Dogs are not always loyal。で、そうすると残ったのは to their owners。はい、owners、これが飼い主ね。飼い主に対し、はい、いつもなんとか限らないとこね。ロイヤルが忠実になって意味になります。はい、3番です。二度と同じ失敗しないと決めた。はい、ということは I 決めたのはもちろん decided。 はい、 I decided。 はい、で同じ失敗をしないことを決めたのね。はい、そうするとdecide は decide to です。 to、動詞は make だね。 to make、 これですることだからしないことなので、その前に否定語をつけましょう。そうすると never があるね。そうか、 never to make になります。 never to make。 はい、不定詞の前に否定語をつけますよ。はい、そうするとメイク、あとはね同じ間違いですので the same mistake、 はい、となります。 I decided never to make the same mistake、 あ、again かと、 again となります。はい、4番。シチューにもう少し塩を加えてください。ね、で、これは、ね、少し、つのが、あ、リトルだね。で、少しの塩ってことですから、これは、a little salt ってきますね。で、加えるってのは、これは、add です。add。で、この to は何とかにだよね。で、もちろんこれ to to、 あ、これ座がしそうだな。なんか感謝がないのおかしいね。ね。まあいいや。とりあえず、で、more ありますね。これ入れましょう。はい。で、個人を考えましょうね。まずじゃあ加えるんだから add です。 add で、 でこれの more の位置ですけどね、もともと考えてください。これ、これは少しって何を気をつかと、これはこの、ね、この more を、修正してますよね。これでもう少しのところになります。はい、ですので add a little more salt となります。Add a little more salt。 で、なんとかに to、 でこれは座が必要だね。これないね。 to the stew とあります。この座ないですけど、感謝ないんでちょっとおかしいからね、これ座をつけておいてくださいね。はい、じゃあ5番、英作文になります。次の日本語を英語直しましょう。はい、
何と言えばわからないまま私たちはただ歩き続けました。はい、これはメインの部分、これね、私たちはただ歩き続けました。はい、となります。ね、まあ、ただってのこれ付け加えだね。はい。で、歩き続けた。ね、何とはし続けるっていうのは keep。ね、まあ、on があってもなってもいいです。これは keep on なんとか。はい。で、これを付けましょう。で、ただってのこれは just はね、just。はい、これです。これできるでしょうかね。はい、私たちはだから we just 続けた。カオケだね。kept だね。kept。はい。on 歩くだから walking ね。はい。まあ、とも大丈夫です。はい。そしてわからないまま。これは分子構文だね。はい。なのでこれはわからないままですので not knowing what で言うですので what to say だねとなります。はい、ね、まあ、この何と言えばわからないままっていうのはこれね、後ろから分子構文で付け足してください、ね。はい。2番です。食後ではなく食前にその薬を飲みなさい。はい。まずその薬を飲みなさいというのがメインの部分だね。はい。はい。じゃあ見ましょうか。で、薬を飲む。これはテイクを使います。テイク。その薬ですが、ザだね。メディスン。テイクザメディスン。食前にだね、まずね。で、before、食事は meal だね。はい、通常複数形しましょうね。食事ですので、1個じゃないからね。before meals。はい。で、食後ではなく。ってことは not。で、これは before でなくてってことだから。ね、もちろん before の反対語は after だから。not after と。つけてください。Take the medicine before meals, not after. もちろん not after meals だからね。となります。はい、3番。どのランナーも彼ほど速くない。はい。これ、比較級の時やったよね。これは彼が一番速いわけですよ。ね、ですから、No other... ごめんなさい。No other...ランズファーストアズヒー彼と同じぐらい走るランナーは他にはいないってことだね。ことなんですね。はい、でこのアザーはなくても大丈夫、ね、ですね。まあこの he の人はね he runs だから he does って言ってもいいですけどなくてもいいですからね。これはこうしておきましょう。はい、no other runner runs as fast as he となります。はい、ラスト4番です。その答えが完全に正しいわけではない。はい。さあ、その答え。はい。その答えは the answer だね。はい。で、正しいであれば、これ、あれだね、コレクトですよね。これがきます。はい。コレクト。コレクト。はい。その答えは正しい。The answer is correct です。はい。で、正しいわけじゃない。はい。部分否定にしましょう。ことは否定の部分ですので、まず not と入れましょう。not。で、完全にってことなので、
completely をつけましょうか。ね、はい、not completely correct と、はい。The answer is not completely correct。これで、その答えは完全に正しいわけではないとなります。はい、お疲れ様でした。もう11月も後半になりました。ね、あと1ヶ月もするともうクリスマスですね。で、あっという間に年が終わって、中等校になってしまいますからね。実際に高校生活で、教室で授業を受ける時間というのはね、あとわずかですね。はい、あとになってみると非常にこの時間って貴重ですので、ね、しっかり最後までね頑張ってみてください。はい、それではまた近いうちお会いしましょう。 See you!